今の森友問題について少し論じたいと思います。福山さん、はい、自民党はこの安倍さんをはじめ安倍総理をはじめこの間の、3月23日の証人喚問、この籠池さんの言ったことは 100% 嘘だと言ってますね。どうですか。まあ、あの証人喚問は偽証罪に問われるところに、まあ、籠池証人を立たしたわけですから、まあ、そこで一定の証言があったと、まあ、それに対して嘘だというのは、まあ、ある意味自由なんですけど、嘘だというにはやはりそれなりの論証しないと、相手は偽証罪だを覚悟で、まあ、ある意味で言うと証言をされているわけですから、そこは少しですね、今あのメールを公開したり手紙を一部、見せたり、政府がしてるんですけれども、それでも全く実はあの疑惑というか、あの国民の皆さんの不信は晴れないので、特にあの証人喚問に出てきたファックスですね、夫人好きのですね、谷さんというファックス、ね、計算管理のね、はいはい、あの秘書のファックスが出てきてですね、まあ、より、まあ、関与の疑いが強くなったというのが今の現状で、まあ、あまり細かいことは申し上げませんが、9月に昭恵夫人が幼稚園に行って講演をして、そこで名誉校長を引き受けて何かお手伝いできることがあればと言われて、10月に手紙が来て、11月にあのファックスで、まあ、財務省の室長に谷さんが回答を求めてですね、それがファックスに行くということで、まあ、全部つながってきてますので、まあ、そしてその半年後に、実はあの8億減額という状況が起きていますので、まあ、そのことがまだ全然、まあ、はっきりしない状況の中で、今あちこちにいろんな問題がですね、まあ、あの広がってしまっているというのが現状で、まあ、早くこのこと収束しないとですね、他にやらなければいけない課題、国会たくさんありますので、私はまあ早く収束してほしいなと思っております。収束ってどういうことですか。いや、だからどうやって収束、政府もですね、総理もですね、この問題をですね、逆に総理は早く収束したいんだけど、民進党にとっては収束が困るんじゃないですか。いや、だけど、まあ、現実問題として早く収束したいと思って証人喚問されたかもしれないし、早く収束したいと思ってメールも公開したかもしれませんが、逆にいろんな疑念が広がっているというのが現状だと思います。片山さん、どうですか。いや、この問題の本質というのは、うん、本来学校経営に無理なところを学校の認可が出るということで、で学校でなければ無理、つまりその、うん、とても経営が成り立つとは思えないと。お金もないし、まあ、私学審でもそういう声が出ていたところがなぜだか認可が出て、何度も申し上げてますけども、学校法人でなければ随意契約はできないのですよ、うん、そうでなければ普通にもう一般競争入札ですから、うんうん、そこがまず問われてて、もう昨日今日で大阪府や大阪市がそもそも経営状態とか財政状態とか、まあ、まさにその提出した書類で工事の代金が3種類違うとか、まあ、補助金の詐取じゃないかとか、まあ、それはもうお返しになったってことは、まあ、補助金は間違ってたとお認めになったってことですから、まあ、そこを通ってるわけですよね。ですからそこが一つの本質なんで、それはそういう形でだん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 明らかになっていくのではないでしょうか。彼が、あの籠池さんが言ったことは嘘だというならば、自民党はね、籠池さんを偽証罪で問えばいいじゃないですか。ですから昨日総裁補佐の西村代議士がおとといでしたっけ、おっしゃったように、うん、まあ、そういう、まあ、事実関係の調査、証拠の掘り出しみたいなのは進めてると、うん、ただし今までの慣例ですと、うん、まあ、これはもう予算委員会の問題ですし、まあ、国対マターでもあるので、まあ、公明党さんの方からはね、そちらが先じゃないかって声も出てる。どういうこと。まあ、公明党の大口国対は、まあ、やはりこれはその自民党単独でね、ああいうことを言う話よりも、まず予算委員会の場で出たお話ですから、まあ、委員会の場でまずやるお話でしょと。だって予算上がっちゃったの。いや、あの、ね、委員会はありますから、田原さんね、いつでも開けますから。証人喚問はですね、予算委員会でやったんです。そうなんです。議員証言法で言うと、偽証罪で告発するのはですね、
委員として予算委員会として全会一致で告発するんです。ああそうか。だからそれはね、あの例えば政府側がですね、何らかの形でですね、偽証じゃないかとか言ったりとか、まあ、あの西村さんは逆に言うと予算委員会の衆議院のメンバーなんですよね、うん、その方が、まあ、単独でそれのことについて発言するというのは、まあ、少し実は筋が違っていて、うん、あの議員証言はあくまでもあの委員の問題ですので、うん、政府の問題ではないんです。まあ、ですからその何もかも嘘とかそういう話になるわけではなくて、とても厳密な話なのですよ。だって偽証罪に問われるわけですから。じゃあ参議院と衆議院で午前午後やったわけですよね。そのどの部分がどのように具体的にどう違っているのかまできちっとした上で委員としての意見を取って、まあ議決もできますけど、議決でやったことないんですね。全会一致が慣例ですから。河野さんね、あの世論調査をすると国民の 80% 以上が疑惑ありだと。そうですね、わけわかんないと。河野さんどう捉えてますか。あの97兆4547億という予算の議論をしているときにですね、うんうん、8億円の使った金、まあ、使ったというか値引いた金を予算委員会でやっていること自体、うん、そもそもおかしいと思うんですね。おかしい、うん、これはもう決算委員会がやるべき話ですよね。決算委員会、うん、それは予算委員会がやっているときに決算委員会をやればいいだけの話であって、うんうんうん、問題はその9億いくらの土地の原価の中で、うん、9億5600万、埋設物をの取り除く費用が8億円という、うんうん、そこが果たしてその計算として正しいかどうかという極めて 90% 近くも引いちゃったと、うん、それがもし本当にそれが正しいならば何の問題もないわけですから、でそれは極めて技術的にあの計算ができる話で、それを決算委員会でやって、それがよろしいということであれば特に問題ではないわけで、決算委員会でやればいいのに、はい、やらないのはどっちが悪いの。それはあの、まあ、それは委員の問題ですから、うん、両方なんだと思いますが、これ本来は予算委員会を開いているときに裏で決算委員会を開いても何の問題もないわけですし、うん、あのそれは本来決算委員会がやらないと、予算委員会で97兆いくらの予算の大半は審議されずに成立をしているというのは、それはやっぱり国民から見ればですね、国会というのは何のために開いているんだ、ね、ということになりかねないと思います。参議院は決算委員会でもやりましたもんね。決算委員会でやるべきだと河野さん言ってるんだけど、決算委員会でやんないとしてるのは自民党が悪いのか野党が悪いのか。いや、まずですね、先ほどあの片山先生言われたこと一つ本質で、うんうんうん、大阪がなんであの認可適当というのをしたかというときに、大阪側はですね、近畿財務局から、うん、あの、まあ、ある意味で言うと非常に圧力がかかったと言ってるわけです、うん、でこのやり取りも実は不透明なんですね。で一番問題なのは、うん、河野先生の言われることも正しいんですけれども、うんうん、ある意味で言うと近畿財務局も大阪府も、うんうん、両方ともやり取りをですね全部廃棄してるわけですね。廃棄してるね。でここに非常に大きな疑義が浮かんだわけです。なんで廃棄をしたんだと。そこを語ります。なんで廃棄したんだろう。まあ、はっきり言ってこんなも早くてとんでもない話だと思うけど、まあ、これからはあの多少なりとも少し複雑な取引だと思われたものについては廃棄しない方がいいと私は思いますよ、うん、あの私も理財局で国有財産やったことありますから。ただ中のルールはそうなっていたなら廃棄した行為自身をあの行政的にノーとは言えないけれども、不適切と取られかねないようなことがあのはっきり見せられないんだったら、もう透明性と説明責任が一番大事ですから、これからは随形は全部残した方がいいですよね。これもね、それを残してなかったってことです。これ、ね、なんかね廃棄したのを これね、国民から見ると廃棄したというんですけども、計算した書類は全部残ってるんです。あるはずよね、はい、うん、これはありますし、その廃棄したっていうのはなんかやり取りがあったかどうかというところが、うん、あの廃棄されたというんですが、少なくとも計算があっていれば、うん、別にそれはやり取りがあろうがなかろうが、それ出せばいいやん。あのだからそれはあのありますから、それを本来あのやるならば、出して議論をすればいい話だと思います。なんで、片山さん出さないんですか。いや、要するに9億なんぼのお金は不動産鑑定士に鑑定を依頼して出たお金で、そして、まあ、その産業廃棄物を取り除くお金についてはその航空局なのか何なのかいろいろありますが、まあ、平米単価で出るお金と。ただ問題はそれをいくら説明してもね、まあ、あの答弁をしてますが局長が、いやいや、あんまりそれが適切だと世の中に思ってもらえないと。今河野さんは最終的な、ね、記録が廃棄したって言うけど、それを出すたプロセスのいろんな記録は全部あるはずだと出せばいいじゃないかと言って、
でもその計算のプロセスっていうのは計算をするときのプロセスがそんなにたくさんの書類になんかならなくて、たくさんの廃棄物の処理費用でしょ、そこのところの計算というのは、うん、私が聞いた限りでは航空局側だったと聞いてますけれども、まあ、それはどっちがどうしたのか知らないけど、そう複雑な計算式じゃないですよ。平米単価かける、まあ、このぐらいの手間がかかりますというお金ですから。だから河野先生が南スーダンの日報を出せと言ってないと言ったものが一回出てきたわけです、うん、ああいうふうに出せと言って出てくればいいんですが、うん、本当に今回出てこないんですね。出てこない、出てこない。でどういうわけか、財務局、近畿財務局もそうですし大阪も同様です。で、はい、そこに大阪も大阪府も出てこないんです、うん、だからあそこの認可が不透明だということと、8億円の減価が不透明だということと、そこにどういうものが関与したのかっていうのが見えないから、いつまでたってももやもやした中で籠池証人の証人喚問で100万円の授受の話やファックスの話が出てくるので、余計実はいろんな問題が広がってるというのが今の現状だと。三浦さん、この今のね福山さんとその自民党の話聞いて どうですか。基本的にこの問題が、まあ、予算委員会でやるには小さすぎるっていう河野さんのご意見は私もそう思うんです、うんうん、でそうすると学園を追及するには、うん、これちょっと国会の場は大きすぎないかっていうのがあって、うんうん、ただこの問題安倍総理がですね、私や妻が関わっていたら総理を辞めますって言ったところから政治問題化して、でそれは民進党の方々はやっぱこれは攻めどころだと思ったわけじゃないですか。だからこれも政治なんですよね。安倍さんがついね、うん、森友だから気を許してあんなこと言っちゃったわけだ。で、分かんないんですよ、誰がやったか分かんないんだけど、政治家の口利きがあったことは状況から推し量るに、うん、まあ、あったんでしょうと、うん、でただこれはその収賄があったのか、あっせん収賄罪が成立するのかっていう問題になるので、本当に政治家のスキャンダルにするためにはですね、総理が言った言わないの問題を超えて、やはり本当に誰かが不当にその賄賂をもらってたかどうかっていう問題にならないと追い詰めようもないので、まあ、これ終わりどころがないって福山さんおっしゃったんですけど、それは証拠を見つけられないし、で別にこれは斡旋収賄罪のケースじゃないですよね。だって賄賂もらわないケースで、だって寄付もらったって主張してるんだから。なんて言葉？忖度。忖度。忖度ですよね。で忖度はね、犯罪になんないんですよ。だからどこを落としどこにするんですかっていうのは逆に私は与野党にお聞きしたいですけどね。でもう一つね、これは福山さんに来た、いや、まあ、河野さんで、僕はねちょっと予想外なことがあるの。こんなに国民のね 90% 近くがねおかしいおかしいと言ってるね、疑惑があると。そしたらね、安倍内閣の支持率がもっと落ちると思った。意外に落ちてない。日経新聞だって 2% 上がってんだよね。で共同通信だって 3% しか落ちてない。なんでこんな落ちないんだろう。9億円が1億円1億いくらになりました、うん、ということについての説明がきちんとできてないよねというのは、おそらく国民の大半が思ってらっしゃると思うんですが、うん、それはすでに使われてしまったお金の話で、今世の中が直面しているのはこの福島の第一原発の処理をはじめ、さまざまな問題が動いている中で、その8億円の値引きがどうかというのを延々国会の予算委員会でやっていることに対して、やっぱりそれはおかしいよねという国民の声はあるんだと思います。ですからそれは自民党に対して、その8億円の値引きをどうだったのかをきちんと説明をしろという声は我々受け止めなきゃいかんと思いますが、だからといって他のことが全部議論されずに、テレビつけたら延々森友学園ということに対してもやっぱり国民はあまり納得されてないと思いますね。これはね、いろんな局のワイドショーがみんな森友やってるんですよ。なんでやってるかというと収益率が高いから。それは豊洲の問題と同じで、うんうん、なんとなくおかしいよね、うん、っていうことは確かにあるんだと思いますが、うんうん、そうかといって日々の生活の中でやっぱり高齢化の問題は深刻になってるし、さまざまな原発の話をはじめとするさまざまなイシューはあるし、でもそれについては何もワイドショーもやらなければ政治もやらないということに対する不満というのはやっぱりあるんだと思います。さあ
野党としてはこれからどうするつもりなんですか。あのですね、私予算の一人じゃなので、うん、例えば口述人なんかはですね、社会保障も経済も安全保障もやってるわけですね。ただ現実の問題として他の課題もやらなきゃいけないと私は思ってますから、総理にですね、一体どうやってこれ決着つけるつもりですかと、総理が言い出したことですよって僕だって予算委員会で、安倍さんも決着ついたつもりでいるじゃん。でも全然決着ついてないですよ、世の中から言うと。で、支持率が落ちないというのはおそらくですね、このことに対して安倍政権のなんていうか信頼性とかではなくて、これだけ安全保障も経済も複雑な中でですね、別にその総理を変えようとかですね、政権を変えようという話ではないんだと思います。ましてや自民党の中にも安倍総理に対する対抗馬の総理候補があまりいらっしゃるわけでもないし、民進党にその今の期待があるわけではないから、支持率は下がらないけど、河野先生言われたようにやっぱり8割方の人が説明納得できないよと言われてるわけです。だからそこのところについては我々野党の立場で言えば、そこは説明ちゃんとしてくださいと求めざるを得ないので、ましてや我々が参考人だと言っていたものを全部蹴っ飛ばしてたのは、急に証人喚問にレベルを上げたのも与党側ですから。あれ、自民党の連中はびっくりしてるんだよ。参考人招致を断ったのになんで証人喚問、どうも決めたのは安倍さんらしい。まあ、よくない飯田さん、はい、飯田さんなんかこう今のね、福山さんと自民党の人のお話を聞いてどう思う？そう、まあそうですね、その今のその非常に全、まあなんていうか個別の問題というよりも、個別の問題は非常にいろいろと不透明なところとかですね、非常にその政府の姿勢が非常に劣化しているというか、透明性も公平性も非常に欠けているなというところはまああってですね。で、まあそれを超えて、その森友学園で行われている教育の内容であるとか、その全体として見た構図というものに対する、なんていうかこう、まあ不信感というかですね、もう社会全体の劣化というかですね。でつい最近もその教育検定でパン屋はダメで和菓子だとか、で、あるいはもう銃剣道を復活させるとかですね、一体こうどこに持っていこうとしているのと。でもうそれこそ21世紀でAI でですね、もういわゆるなんていうか次の世界でもっと複雑な社会に今向かおうとしているのに、一体こう高校をどうしているのという、その怪しさ全体というものに対する、まあ、国民全体の非常になんかこうもやもや感というかですね、それはまあすごくあると思います。それがまあ視聴率、はい、そのみんながもやもや感、怪しい怪しいと思いながら、なんで支持率落ちないんだろう。まあ、それは今、まあ、福山さんがおっしゃったように、うんうん、まあ代わりがいないと、安倍さんの代わりがいない、枝質問というかサブ質問を見てもですね、まあ、他にいい人がいないからというような形での、自民党にもいないんだ、はい、まあ、仕方がないという、まあ、消極的な選択なんだろうなというふうに思いますね。もう石川さん最後に、石川さんどうと、もういい加減やめた方がいい。まあこういうの疑惑というのは徹底的に解明した方がいいんですけど、国会でやるというのはどうかと思いますよね。あとは、まあ、忖度ということで最近よく聞かれるんですけれども、うんうん、まあ、流行語大賞になるんじゃないかなと思ったりしてますけれども、まあ、それは冗談さというふうに、ん、忖度というのはですね、本来そんなに悪い話ではなくてですね、小中というか日常茶飯事の話であって、うん、ただこれ解明するのはおそらくできないですね。一人一人 の, その官僚 の, その心の問題になっちゃいますので、あんまり、ね、この忖度があったかどうかということに対して解明しようというのは、僕はもうこれはもう悪魔の証明みたいな形で無理だと思うので、そろそろまあ司法の場に移すとか別の場に移して、いや、中で今あちこちにいろんな問題がですね、まあ広がってしまっているというのが現状で、まあ、早くこのこと収束しないとですね、他にやらなければいけない課題、国会たくさんありますので、私はまあ早く収束
してほしいなと思っております。収束ってどういうことですか。いやだからどうやって収束、政府もですね、総理もですね、この問題をですね、逆に総理は早く収束したいんだけど、民進党にとっては収束が困るんじゃないですか。いやだけど、まあ、現実問題として早く収束したいと思って承認喚問されたかもしれないし、早く収束したいと思ってメールも公開したかもしれませんが、逆にいろんな疑念が広がっているというのが現状だと思います。片山さんどうですか。いや、この問題の本質というのは、うん、本来学校経営に無理なところを学校の認可が出るということで、で学校でなければ無理、つまりその、うん、とても経営が成り立つとは思えないと。お金もないし、まあ、私学審でもそういう声が出ていたところがなぜだか認可が出て、何度も申し上げてますけども、学校法人でなければ随意契約はできないのですよ、うん、そうでなければ普通にもう一般競争入札ですから、うんうん、そこがまず問われてて、もう昨日今日で大阪府や大阪市がそもそも経営状態とか財政状態とか、まあ、まさにその提出した書類で工事の代金が3種類違うとか、まあ、補助金の詐取じゃないかとか、まあ、それはもうお返しになったってことは、まあ、補助金は間違ってたとお認めになったってことですから、まあ、そこを通ってるわけですよね。ですからそこが一つの本質なんで、それはそういう形でだん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 明らかになっていくのではないでしょうか。彼が、あの籠池さんが言ってることは嘘だというならば、自民党はね、籠池さんを議長代で取ればいいじゃないですか。ですから昨日総裁補佐の西村代議士がおとといでしたっけ、おっしゃったように、まあ、そういう、まあ、事実関係の調査、証拠の掘り出しみたいなのは進めてると、うん、ただし今までの慣例ですと、うん、まあ、これはもう予算委員会の問題ですし、まあ、国対マターでもあるので、まあ、公明党さんの方からはね、そちらが先じゃないかって声も出てる。どういうこと。まあ、公明党の大口国対は、まあ、やはりこれはその自民党単独でね、ああいうことを言う話よりもまず予算委員会の場で出たお話ですから、まあ、委員会の場でまずやるお話でしょ。だって予算上がっちゃったりも、いや、あの、ね、委員会はありますから、田原さんね、いつでも開けますから。承認喚問はですね、予算委員会でやったんです。そうなんです。議員証言法で言うと、偽証罪で告発するのはですね、委員として予算委員会として全会一致で告発するんですよ。ああ、そうか。だからそれはね、あの、例えば政府側がですね、何らかの形でですね、偽証じゃないかとか言ったりとか、まあ、あの西村さんは逆に言うと予算委員会の衆議院のメンバーなんですよね、うん、その方が、まあ、単独でそれ、あそこの認可が不透明だということと、8億円の減価が不透明だということと、そこにどういうものが関与したのかっていうのが見えないから、いつまでたってもモヤモヤした中で、籠池証人の証人喚問で100万円の授受の話やファックスの話が出てくるので、余計実はいろんな問題が広がってるというのが今の現状だと思います。三浦さん、はい、この今のね、福山さんとその自民党の話聞いて どうですか。あの、基本的にこの問題が、まあ、予算委員会でやるには小さすぎるっていう河野さんのご意見は私もそう思うんです。でそうすると学園を追及するにはこれちょっと国会の場は大きすぎないかっていうのがあって、ただこの問題、安倍総理がですね、私や妻が関わっていたら総理を辞めますって言ったところから政治問題化して、でそれは民進党の方々はやっぱこれは攻めどころだと思ったわけじゃないですか。だからこれも政治なんですよね。安倍さんがついね、森友だから気を許してあんなこと言っちゃったわけだ。で、あの、分かんないんですよ、誰がやったか分かんないんだけど、政治家の口利きがあったことは状況から推し量るに、うん、まあ、あったんでしょうと、うん、でただこれはその収賄があったのか、あっせん収賄罪が成立するのかっていう問題になるので、本当に政治家のスキャンダルにするためにはですね、総理が言った言わないの問題を超えて、やはり本当に誰かが不当にその賄賂をもらってたかどうかっていう問題にならないと追い詰めようもないので、まあ、これ終わりどころがないって福山さんおっしゃってたんですけど、それはあの証拠を見つけられないし、で別にこれはあっせん収賄罪のケースじゃないですよね。だって賄賂もらわないケースで、だって寄付もらったって主張してるんだから。なんて言葉？忖度。忖度。忖度ですよね。で忖度はね、あの犯罪になんないんですよ。だからあのな何どこを落としどこにするんですかっていうのは、逆に私は与野党にお聞きしたいですけどね。でもう一つね、これは福山さんに来た山河野さんで。僕はね、ちょっと予想外なことがあるの。こんなに国民のね、90% 近くはね、おかしいおかしいと言ってるね、疑惑があると。そしたらね、
安倍内閣の支持率がもっと落ちると思った。意外に落ちてない。日経新聞だって 2% 上がってんだよね。で共同通信だって 3% しか落ちてない。なんでこんな落ちないんだろう。9億円が1億円1億いくらになりました、うん、ということについての説明がきちんとできてないよねというのはおそらく国民の大半が思ってらっしゃると思うんですが、うんうん、それはすでに使われてしまったお金の話で、今世の中が直面しているのはこの福島の第一原発の処理をはじめさまざまな問題が動いている中で、その8億円の値引きがどうかというのを延々国会の予算委員会でやっていることに対してやっぱりそれはおかしいよね。今の森友問題について少し論じたいと思います。木山さん、はい、自民党はこの安倍さんをはじめ安倍総理をはじめこの間の、3月23日の証人喚問、この籠池さんの言ったことは 100% 嘘だと言ってますね。どうですか。まあ、証人喚問は偽証罪に問われるところに、まあ、籠池証人を立たしたわけですから、うん、まあ、そこで一定の証言があったと、まあ、それに対して嘘だというのは、まあ、ある意味自由なんですけど、嘘だというにはやはりそれなりの論証しないと、相手は偽証罪を覚悟で、まあ、ある意味で言うと証言をされているわけですから、そこは少しですね、今メールを公開したり手紙を一部、見せたり、政府がしてるんですけれども、それでも全く実は疑惑というか国民の皆さんの不信は晴れないので、特に小児科目に出てきたファックスですね、婦人好きのですね、谷さんという、通電連携算管理のね、はい、秘書のファックスが出てきてですね、まあ、より、まあ、関与の疑いが強くなったというのが今の現状で、まあ、あまり細かいことは申し上げませんが、9月に昭恵夫人が幼稚園に行って講演をして、そこで名誉校長を引き受けて何かお手伝いできることがあればと言われて、10月に手紙が来て、11月にファックスで、まあ、財務省のもう室長に谷さんが回答を求めてですね、それがファックスに行くということで、まあ、全部つながってきてますので、まあ、そしてその半年後に、実は8億減額という状況が起きていますので、まあ、そのことがまだ全然、まあ、はっきりしない状況の中で、今あちこちにいろんな問題がですね、まあ、広がってしまっているというのが現状で、まあ、早くこのこと収束しないとですね、他にやらなければいけない課題、国会たくさんありますので、私はまあ早く収束してほしいなと思っております。収束ってどういうことですか。いや、だからどうやって収束、政府もですね、総理もですね、この問題をですね、逆に総理は早く収束したいんだけど、民進党にとっては収束が困るんじゃないですか。いや、だけど、まあ、現実問題として早く収束したいと思って承認喚問されたかもしれないし、早く収束したいと思ってメールも公開したかもしれませんが、逆にいろんな疑念が広がっているというのが現状だと思います。片山さん、どうですか。いや、この問題の本質というのは、うん、本来学校経営に無理なところを学校の認可が出るということ で学校この無意義されずに成立をしているというのは、それはやっぱり国民から見ればですね、国会というのは何のために開いているんだ、ね、ということになりかねないと思います。参議院は決算委員会でもやりましたけどね。決算委員会でやるべきだと河野さん言ってるんだけど、決算委員会でやんないとしてるのは自民党が悪いのか野党が悪いのか。いや、まずですね、先ほど片山先生言われたこと、うん、一つ本質で、うん、大阪がなんで認可適当というのをしたかというときに、大阪側はですね、近畿財務局から、うん、まあ、ある意味で言うと非常に圧力がかかったと言ってるわけです、うん、でこのやり取りも実は不透明なんですね。で一番問題なのは、うん、河野先生に言われることも正しいんですけれども、うんうんうん、ある意味で言うと近畿財務局も大阪府も両方ともやり取りをですね、全部廃棄してるわけですね。廃棄してるね。でここに非常に大きな疑義が浮かんだわけです。なんで廃棄をしたんだと。そこを固めるなんで廃棄したんだろう。
まあ、はっきり言ってこんなも早くてとんでもない話だと思うけど、まあ、これからは多少なりとも少し複雑な取引だと思われたものについては廃棄しない方がいいと私は思いましたよ、うん、私も理財局で国有財産やったことありますから。ただ中のルールはそうなっていたなら廃棄した行為自身を行政的にノーとは言えないけれども不適切と取られかねないようなことがはっきり見せられないんだったらもう透明性と説明責任が一番大事ですからこれからは随形は全部残した方がいいですよね。これもそれを残してなかったってことです。なんかね廃棄したのは ね国民から見ると廃棄したというんですけども計算した書類は全部残ってるんですよ。あるはずよね、はい、うん、これはありますしその廃棄したっていうのはなんかやり取りがあったかどうかというところが、うん、廃棄されたというんですが少なくとも計算があっていれば、うん、別にそれはやり取りがあろうがなかろうがそれ出せばいいやだからそれはありますからそれを本来やるならば、出して議論をすればいい話だと思います。なんで、片山さん出さないんですか。いや要するに9億なんぼのお金は不動産鑑定士に鑑定を依頼して出たお金でそして、まあ、その産業廃棄物を取り除くお金についてはその航空局なのか何なのかいろいろありますが、まあ、平米単価で出るお金とだから問題はそれをいくら説明してもねまあ、答弁をしてますが局長がいやあんまりそれが適切だと世の中で思ってもらえないいや今河野さんは最終的な、ね、記録は廃棄したって言うけどそれを出すたプロセスのいろんな記録は全部あるはずだと出せばいいじゃないかと言ってでもその計算のプロセスっていうのは計算をする時のプロセスがそんなにたくさんの書類になんかならなくてたくさんでも廃棄物の処理費用でしょそこのところの計算というのは、うん、私が聞いた限りでは航空局側だったと聞いてますけれども、まあ、それはどっちがどうしたのか知らないけどそう複雑な計算式じゃないですよ。平米単価かける、まあ、このぐらいの田側はですね近畿財務局から、うん まあ、ある意味で言うと非常に圧力がかかったと言ってるわけです、うん、でこのやり取りも実は不透明なんですね。で一番問題なのは、うん、河野先生に言われることも正しいんですけれども、うんうん、ある意味で言うと近畿財務局も大阪府も両方ともやり取りをですね全部廃棄してるわけですね。廃棄してるね。でここに非常に大きな疑義が浮かんだわけです。なんで廃棄をしたんだとそこを語ります。なんで廃棄したんだろう。まあ、はっきり言ってこんなも廃棄ってとんでもない話だと思うけど、まあ、これからは多少なりとも少し複雑な取引だと思われたものについては廃棄しない方がいいと私は思いましたよ、うん、私も理財局で国有財産やったことありますから。ただ中のルールはそうなっていたなら廃棄した行為自身を行政的にノーとは言えないけれども不適切と取られかねないようなことがはっきり見せられないんだったらもう透明性と説明責任が一番大事ですからこれからは随形は全部残した方がいいですよね。これもそれを残してなかったってことです。これ、ね、なんかね廃棄したのは これ、ね、国民から廃棄したというんですけども計算した書類は全部残ってるんですよ。あるはずよね、はい、うん、これはありますしその廃棄したっていうのはなんかやり取りがあったかどうかというところが、うん、廃棄されたというんですが少なくとも計算があっていれば、うん、別にそれはやり取りがあろうがなかろうがそれ出せばいいやだからそれはありますからそれを本来やるならば、出して議論をすればいい話だと思います。なんで、片山さん出さないんですか。いや要するに9億なんぼのお金は不動産鑑定士に鑑定を依頼して出たお金でそして、まあ、その産業廃棄物を取り除くお金についてはその航空局なのか何なのかいろいろありますが、まあ、平米単価で出るお金とだから問題はそれをいくら説明してもねまあ、答弁をしてますが局長がいやあんまりそれが適切だと世の中で思ってもらえないいや今河野さんは最終的な、ね、記録は廃棄したって言うけどそれを出すたプロセスのいろんな記録は全部あるはずだと出せばいいじゃないかと言ってでもその計算のプロセスっていうのは計算をする時のプロセスがそんなにたくさんの書類になんかならなくてたくさんでも廃棄物の処理費用でしょそこのところの計算というのは、うん、私が聞いた限りでは航空局側だったと聞いてますけれども、まあ、それはどっちがどうしたのか知らないけどそう複雑な計算式じゃないですよ。平米単価かける、まあ、このぐらいの手間がかかりますというお金ですから。だから河野先生が、南スーダンの日報を出せと言ってないと言ったものが一回出てきたわけですよ、うん、ああいうふうに出せと言って出てくればいいんですが、うん、本
当に今回出てこないんですね。出てこない、出てこない。でどういうわけか、あの財務局、近畿財務局もそうですし大阪も同様です。で、はい、そこに大阪も大阪府も出てこないんです、うん、だからあそこの認可が不透明だということ。